1> 第1回 AFL-NFL ワールドチャンピオンシップゲームはアメリカにおけるプロアメリカンフットボールのチャンピオンシップゲーム。後に第1回スーパーボールと呼ばれた。1967年1月15日、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるロサンゼルスメモリアルコロシアムにて開催された。ナショナルフットボールリーグチャンピオンのグリーンベイ、パッカーズが後半に3タッチダウンを上げ、 アメリカンフットボールリーグチャンピオンのカンザスシティチーフスに対し35対10で勝利した。当日のロサンゼルスメモリアルコロシアム第1回の AFL-NFL ワールドチャンピオンシップゲームは1966年6月8日に AFL と NFL の間で合意された AFL-NFL 合併の中でその開催が決定された。しかし開催地は キックオフの6週間前まで決まらなかった。この最初の試合に際し、お互いに強い対抗心を持つ2つのリーグは、それぞれが自分たちの優位性を証明するためおのののチャンピオンチームに相手チームを叩きのめすようプレッシャーをかけた。しかし多くのスポーツライターやファンたちは、より古くからある NFL なら、どのチームでも最近できたばかりの AFL のチャンピオンチームより強いだろうから、 この組み合わせはミスマッチだろうと思っていた。公式にはこの試合は AFL-NFL チャンピオンシップゲームと命名されていたが、当時からほとんどのメディアは非公式なスーパーボールという名称を使っていた。カンザスシティチーフスはレギュラーシーズンに11勝2敗1分けの成績を収め AFL チャンピオンシップゲームでは十一対七でバッファロービルズに勝利して、 AFL、AF NFL ワールドチャンピオンシップゲームに進出した。チーフスのハイパワーオフェンスは、AFL において、合計448得点、ラッシングで2274ヤード獲得していた。チーフスのランニングバックトリオ、マイク・ギャレット、バート・コーン、およびカーティス・マック・クリントンは全員、AFL のトップ10ラッシャーに名を連ねていた。 クォーターバックのレンドーソンは、パス284回中159回成功、獲得ヤード2527、タッチダウンパス26の成績を収め AFL で、トップのレーティングを誇るパッサーだった。ワイドレシーバーのオーティス・テイラーは、パスキャッチ58回、獲得ヤード1297、タッチダウン8で、チームの重要なディープターゲットだった。 そしてタイトエンドのフレッド・アルバナズはパスキャッチ22回、獲得ヤード300タッチダウン4でオール AFL チームに選ばれた6人のチーフス選手のうちの1人だった。チーフスはディフェンスも強力だった。オール AFL プレイヤーのジェリー・メイズとバックブキャナンがラインを支え、同じくオール AFL チームだったラインバッカーのボビーベルはランストップとパスカバレッジの両方に引い出ていた。 しかしその最も強力なパートは、セカンダリー陣で、やはりオール AFL プレイヤーだったセーフティの、ジョニー・ロビンソンとボビー・ハントは10インターセプトを、ディフェンスバックのフレッド・ウィリアムソンは4インターセプトを、記録していた。チームは、ヘッドコーチのハンクストラムに率いられていた。グリーンウェイ・パッカーズは1959年に、ビンス・ロンバルディが、ヘッドコーチに就任してから実力をつけ、 1961年、1962年、1965年、および1966年シーズンに NFL チャンピオンシップで優勝していた。パッカーズのベテランクオーターバック、バートスターは NFL で、パス251回中156回成功、獲得ヤード2257、タッチダウンパス14、インターセプト3の成績を収め NFL の MVP に選出されていた。ワイドレシーバーのボイド・ダウラーとキャロル・デールは二人で63、キャッチ、1336ヤードを記録し、フルバックのジム・テイラーは、ラッシングで、チームトップの705ヤード、41回のパスキャッチで331ヤードを獲得していた。チームの先発ハーフバックのポール・ホーナングは、シーズン初めに負傷していたが、イライジャ・ピッツが、ラン、 パス合わせて857ヤードを獲得し、ホーラングの抜けた穴を埋めた。オフェンスラインには、オールプロガードのジェリー・クレーマーと、フレッド・ファジー・サーストンに加え、ホレスト・グレックがおり、チームの勝利に大きな役割を果たした。パッカーズは、また強力なディフェンスも要しており、NFL チャンピオンシップゲームの最後のドライブでは、ダラスカウボーイズが、 パッカーズ陣2ヤードまで来たところを4回連続で止めていた。ディフェンシブラインでは、ビルクインランに代わりライオネル・オールドリッチが出場することになったが、ヘンリー・ジョーダンとディフェンシブエンドがラインを支えた。ラインバッカーのレイニチキは、ランストップ、パスカバレッジ双方に優れ、セカンダリー陣は、ディフェンシブバックのハーブ・アダリーとウィリー・ウッドに引き入られていた。 ウッドはロンバルディが見出した無名の選手の一人で、カレッジ時代はクォーターバックを務めており、NFL からはドラフトされなかった。1960年にパッカーズと契約した時、彼はフリーセーフティにコンバートされ、12年のキャリアの中で9度オールプロチームに選ばれた。多くの人々はチーフスとパッカーズが最初の AFL。 NFL チャンピオンシップゲームに出場するにふさわしいチームだと考えていた。チーフスのオーナー、ラマーハントは AFL の創設者であり、パッカーズはそれまでの NFL 史上最も優秀なチームだと広く認められていた。パッカーズはこの試合が彼らが本当にそれまでのアメリカンフットボール史上で最高のチームであることを知らしめることのできる機会だと捉えた。 しかしロンバルディはとてもナーバスになっており、試合前にロンバルディにインタビューした CBS 解説者のフランク・ギフォードは彼は私の腕を掴みブルブル震えていた。信じがたいことだと語った。チーフスはこの試合が自分たちがどんな NFL チームに対しても十分戦えるチームであることを示す機会だと捉えた。この試合を本当に心待ちにしていた選手の一人がドーソンだった。 彼は、チーフスと契約する前の4年間、NFL で控え選手として過ごしていた。しかしチーフスもやはりナーバスになっていた。ラインバッカーの EJ ホルブは語っている、チーフスの連中は死ぬほどビビっていたんだ。トンネル、選手が、フィールドに入場する通路、にいた時にゲロ吐いてパンツ濡らしてるやつもいたんだぜ。試合の前の週、チーフスのコーナーバック、フレット、ハンマー、 ウィリアムソンは彼のハンマーと呼ばれた腕でパッカーズのレシーバーをぶちのめすと公言して話題になった。ダウラーにこの2本のハンマーをデールには1本で十分だな。両チームはそれぞれのリーグで使用しているボールを用いてプレーした。チーフスはスポルディング製の AFL ボールをパッカーズはウィルソン製の NFL ボールを使用した。この試合はアメリカ国内において 唯一二つのテレビジョンネットワークで同時に放送されたスーパーボールである。当時 CBS は NFL の試合の国内放映権を保有しており、NBC は AFL の試合のアメリカ国内における放映権を保有していたため、双方で同時放送することが決定された。各ネットワークは実況にそれぞれ次局のアナウンサーと解説者を採用した。 CBS の前半の実況はレイ・スコット、後半の実況はジャック・ウィタカー、解説者はフランク・ギフォードだった。NBC の実況はカート・ゴーディ、解説はポール・クリストマンだった。放送において NBC でいくつかの問題が発生した。ハーフタイムのコマーシャルが明けた後半開始時に中継を再開できず、後半開始のキックオフは、 審判により NBC の中継が回復するまで止められた。NBC はまた CBS のフィルム及びカメラ映像を放送しなければならなかった。これは開催地のロサンゼルスメモリアルコロシアムがロサンゼルスラムズのホームスタジアムになった時から CBS がそのフィルム映像やカメラ撮影の独占使用権を与えられていたためである。つまり NBC は試合中継に関して カメラアングルなど一切関与することができなかった。第一回スーパーボールは、ロサンゼルス地域でテレビ放映されなかったにもかかわらず、チケットが完売しなかった唯一のスーパーボールだった。試合の数日前、現地の地方紙は、チケットの価格が12ドルと高価なことに関して、社説を掲載し、ロサンゼルス地区外からのテレビ放送を受信する方法について書いた。 知られている限り試合を記録したすべての放送テープは各ネットワークによってその後再利用するために消去処理が行われた。その後残った映像の調査が行われ少なくとも2つの短時間の放送サンプルが存在している。これはマックス・マギーのオープニングタッチダウンとジム・テイラーの最初のタッチダウンを記録したものでそれぞれ1991年に HBO のスポーツドキュメンタリー、プレイバイプレイ、A History of Sports テレビジョンで放映された。NFL フィルムズは現在カメラクルーを所有しており、そのアーカイブでは、相当量の映像を保有している。そのいくつかは、家庭用、または、ケーブルテレビ放送用に販売されている。最初のスーパーボールのハーフタイム賞は、アリゾナ大学及び、 ミシガン大学マーチングバンドにより行われた。試合後、友情トロフィーの授与は、CBS のパッドサマロール及び NBC のジョージ、ラッターマンにより行われた。サマロールとラッターマンは一つのマイクを共有した。両チームそれぞれ最初のオフェンスシリーズはパントに終わった。その後のパッカーズの攻撃において、6プレーで80ヤード前進し、先制のタッチダウンを上げな対0とした。 最後のプレーではバートスターがこのドライブの前に負傷したボイド・ダウラーの代わりにフィールドに入っていたマックス・マギーへのタッチダウンパスを投げた。マギーはチーフスのコーナーバック、ウィリー・ミッチェルを抜き去り23ヤードラインでボールを片手でキャッチするとそのままエンドゾーンに走り37ヤードタッチダウンを決めた。チーフスは次のドライブで パッカーズ陣33ヤードまで進んだが、マイク・マーサーは40ヤードのフィールドゴールを失敗した。第2クォーター開始直後、チーフスは、レシーバーのオーティス・テーラーへの31ヤードパスなど、6プレーで66ヤード前進し、最後は、クォーターバックのレンドーソンから、カーティス・マック・クリントンへの7ヤードタッチダウンパスが決まり、7対7の同点とした。 しかしパッカーズはその次のドライブで73ヤード、前進し最後はパッカーズ得意のパワースウィープでフルバックのジムテイラーが14ヤードのタッチダウンランを決め14対7とした。前半残り30秒のところでチーフスのマーサーは31ヤードのフィールドゴールを決め14対10とした。ハーフタイムの時点でチーフスには勝つチャンスがあるのではないかと思われた。 試合を観戦していた多くの人々は AFL チャンピオンが前線し接戦になったことに驚いた。実際にトータルヤードでパッカーズの164ヤードに対してチーフスは181ヤードを獲得しファーストダウンもパッカーズの9回に対してチーフスは11回といずれもチーフスが上回っていた。ハーフタイム中チーフスのロッカールームは非常に盛り上がっていた。ハンクストラムは後に 我々は逆転勝利できると本当に思っていたんだと語っている。バッカーズは前半のプレイの質に落胆していた。コーチは心配そうな顔をしていたとディフェンシブエンドのウィリー・デイビスは後に語っている。ロンバルディはチームに対しゲームプランは間違っていなかったが細かな修正とより激しいプレイが必要だと話した。チーフスの後半最初のドライブは 自陣29ヤード地点から始まり、最初のプレイで、ドーソンが、スクランブルで15ヤード稼ぎ、ハーフライン近くまで進んだ。しかし、その後のサードダウンのパスプレイで、パッカーズラインバッカーのデイブ・ロビンソンとリーロイ・キャフェイは、ヘビーブリッツを仕掛け、プレッシャーを受けた、ドーソンのパスは、ウィリー・ウッドにインターセプトされた。ウッドは50ヤードリターンし、チーフス陣5ヤードの地点まで進んだ。 ターンオーバー後のパッカーズの最初のプレイで、ランニングバックのイライ・ジャピッツは5ヤードのタッチダウンランを決め、21対10とリードした。その後の試合中、パッカーズディフェンスは、チーフスのオフェンスを抑え込み、フィールド中央を越えて、ドライブを許したのは1プレーのみだった。チーフスは戦略の転換を余儀なくされた。チーフスは、第3クオーターに、トータル12ヤードしか獲得できず、 ドーソンは後半パス12回中5回成功して59ヤードという結果だった。一方でパッカーズはドーソンを2回サックし、チーフスに敵陣2ヤードラインからのパントに追い込み、自陣44ヤードという良いフィールドポジションを得た。マギーはその後3回のパスキャッチを決め56ヤードのドライブのうち40ヤードを獲得し、最後は 彼の13ヤードタッチダウンパスレセプションが決まった。第4クォーター途中でスターは25ヤードのパスをキャロルデールへ37ヤードのパスをマギーへ通し、チーフス陣18ヤード地点まで進んだ。4プレイの後、ピッツはこの日、自身2個目の勝負を決めるタッチダウンを1ヤードランで決め、35対10とした。同じく第4クォーターにチーフスのフレット、 ハンマー、ウィリアムソンは彼の頭とパッカーズランニングバックのドニー・アンダーソンの膝がぶつかった時ノックアウトされ、そこにチーフスのラインバッカー、シェリル・ヘッドリックが倒れ込んだためにハンマーと呼ばれたその腕を折ってしまった。ウィリアムソンはこの試合で3タックルを決めた。MVP はバートスターが受賞したが、この勝利はマギーの活躍によるところが大きい。レギュラーシーズン中、 マギーはトータルで4回のパスキャッチで98ヤード、1タッチダウンしか上げていなかったが、この試合では7回のパスキャッチで138ヤード、2タッチダウンを記録した。マギーは、試合前日の夜、街に繰り出していて二日酔いで当日プレーできる、コンディションではなく、試合に出なくて済めばいいのにと思っていたと、試合のずっと後になって告白した。ホーナングは、パッカーズの選手でただ一人、 この試合でプレイしなかった。ロンバルディは第4クォーターに彼に試合に出たいかどうか尋ねたとき、彼は痛めた首の神経を悪化させたくなかったので断った。グリーンウェイ・パッカーズは勝利チームとして1万5千ドルを授与された。カンザス・シティ・チーフスは7500ドルを授与された。ソース、注意、7人審判制が採用されたのは1978年から。 NFL、AFL 各リーグの審判のユニフォームは、そのデザインは異なっていたため、この試合用に中立なユニフォームがデザインされた。これはよく知られている白と黒のストライプだったが、袖は黒一色で審判の背番号が付けられていた。このデザインは第2回スーパーボールでも使用されたが、AFL 側が1970年の AFL。 NFL 合併に向けて1968年シーズンにユニフォームを NFL と合わせるよう変更したためそれ以降使用されなくなった。ありがとうございます。